軽くでございます。ということで、今日なんですけども、以前こちらのコミュニティの方でですね、僕にさばいてほしい魚何ですかというアンケートを取らさせていただきました。そのところ、こちら、ノドグロが一番多かったということで、今日はノドグロを買いに行ってさばいていきたいと思います。ということで、ノドグロ買いに行ってきました。あった。いいのがある。ノドグロ。宮城県産、これ行きましょう。すいません、これください。はい。めちゃくちゃいいですね。一尾良さそうなところ。はい。というわけで、じゃーん、買ってまいりました。ノドグロですね。サイズも30センチ超えて、すごく立派なノドグロです。丸々太ってて、とっても美味しそうなもの買ってきました。やはり早朝の朝市は楽しいですね。というわけで、今日はこちらの皆さんから募集したアンケートで選ばれたノドグロを使ってフランス料理にチャレンジしてみたいと思います。なんで急にフランス料理かというと、いつもお世話になってるこちら、じゃん、こちらの銀色のやつがラグビーのワールドカップ2023のフランス大会のオフィシャルビールということで、僕も一緒に大会の盛り上げに微量ながら協力できればなと思い、開催の地のフランス料理にしました。いやー、でもすでに盛り上がっておりますね。なので、こちらのラグビーワールドカップ2023フランス大会のオフィシャルビール、スーパードライを実食の時に一緒に飲んでいきたいと思います。めちゃめちゃ楽しみです。ではやっていきましょう。では鱗、内臓、頭全部取っていきます。ちなみに今日このノドグロがですね、1尾1万1000円でした。どうですか、1万1000円。僕ね、安いなと思います。これ、ね、かなり大きいですからね。サイズも36から7はありますね。で、重さも1キロ以上ありますんでね、これはいいノドグロですよ。で、今日ね、ノドグロいっぱい店にありましたね。あそこのお店だけじゃなくて、他のお店でもたくさん売ってました。でも、あのノドグロで3匹の中のこの真ん中の1匹、これが一番良かったですね。両サイド2つも良かったんですけど、ちょっと卵がたくさん入ってそうな感じだったので真ん中もらってきました。はい、鱗が綺麗に取れました。今日はポワレなのでね、皮もパリパリに焼きたいので、鱗はしっかり取っていきましょう。ほら、もう鱗取った段階からこのノドグロって油が浮くんですよ。そんな魚なかなかいないですよね。鱗下からもう油が出てる。これは期待大ですね。じゃあ頭取っていきます。やはり卵でしたね。はい、卵が入っておりました。わ、肝もめっちゃうまそう。新しいな。ちょっと肝取っときます。頭もいいな。これ頭もショート動画かなんかで煮付け作ろうっと。こんだけ大きいとね、頭も価値があります。これは煮付けにします。今日はこちらポワレですよ。血合いをカキカキして綺麗にしていきます。で、お腹の黒い膜もこうやって擦れば取れますんでね、もう取っちゃいます。こうやって、よし、 OK。 はい、では綺麗になりましたら3枚におろしていきます。久しぶりに気まぐれブルーでいきますか。じゃあまず下から1本。こういうね、身割れしやすい魚はこういう薄刃でさばくとさばきやすいんだな。うわ、気持ちいい。切れ味素晴らしい。油すげえな。これポワレにしたらうまいよ。はい、オッケー。骨もヒレ外して、これは煮付けよう。はい、そしたら腹骨をすいていきます。よっと、こちらがも同じように、血も一切回ってなくて綺麗な身だな。これはお刺身でも最高にうまいと思います。ちょっと刺身も作っちゃおう。こんないいノドグロは刺身もいきたいな。ほんで、ノドグロは今日は炙りでいきますか。ノドグロの炙りうまいっすよね。こっちは炙りでいきます。真ん中の血合い骨、これを取ります。で、削状にして、できるだけキワキワも攻めて、はい、あとはこれ切って炙るだけ。そしたらここに血合い骨が入ってますんで、血合い骨を抜いていきます。このひと手間が大事なんですよね。骨ついたままだとね、ほんと邪魔くさいんで。よし。で、ノドグロの血合い骨はね、もうここら辺までしか入ってないんで、よいしょ、 OK。 で、抜くときなんですけど、骨持って普通に引っ張るとこう外れちゃうことが多いんで、持ったらここ骨の下あたりを押さえて、こう指で押さえながらゆっくり抜く。そうするとスポッと綺麗に根元まで抜けます。これ一回この
押さえてあげる、押さえつつゆっくり抜くと、この動作ですね。よし、そしたら切り身状にしていきます。まあ、3等分ぐらいにしますかね。1つ2つ3つ3切れですね。でバットに軽く塩を打って、で皮を下目に置いていきます。そして身の方にもうっすら塩を打っていきます。これ魚の臭みを抜いていきます。ポワレはね、大事に大事に作ってあげるんですよ。シンプルな料理だからこそこういった一手間がとっても大事になっていきます。はい、じゃあ冷蔵庫で10分ほど置きます。はい、ということでいい感じに汗もかいてきましたと。よし、そしたら水気をしっかり取ります。よく冷えとる、よく冷えて脱水できたんで、ほらこうやってカチッとしましたね。のどぐろはやっぱ油が多いんで、よく冷やすと固まりますね。はい、これでのどぐろの仕込みの完成。そしたらお刺身も切っちゃいますか。でのどぐろの炙りはこの状態で炙ってからこう切っていくと皮がベロンと剥がれちゃうんですよ。なので一回飾り包丁をこうやって入れて、こうやって入れます。そしたら好きなように切ります。そぎ切りでもいいし、今日は平切りでいきます。コロッと切っていきます。こうのどぐろってね、こうコロッと切ってもうまいんですよね。かなり贅沢ですけどね。で皮ついたままコロ切り、そしたらここで炙っていきます。はい、 OK。 そしたらここに氷を乗せます。アイシング、はい、 OK。 でこれ冷蔵庫でしっかり冷やして、この炙った皮目をもう少しカッチリさせたらお刺身の完成ですね。では次はポワレに使うソースのお野菜用意していきましょう。今日は秋も近いということで、すだちバターソースでいきましょう。まず用意するもの、すだち3つ、こちらまず半分に切っていきます。そしたら絞っていきます。茶こしの上で絞ると種が入りません。本当はね、ポルチーニのクリームソースかどっちか迷ったんですけど、ポルチーニがね、乾燥ポルチーニしかなかったんで、またそれは次回作りたいと思います。すだちバターもね、相当合うと思いますんで。はい、すだち果汁が取れました。そしたらパセリですね。パセリも刻んでいきます。そしたら少し玉ねぎも入れますか。今日はこちらの淡路島の玉ねぎ使っていきます。淡路島の玉ねぎは本当に絶品です。料理にしても生でスライスして食べてもとっても美味しい淡路の玉ねぎ、それを刻んで入れていきますね。あんまり入れすぎてもゴロッとしちゃいますんで、まあ、程よく入れていきたいと思います。ちなみにこれキンキンに冷やしております。玉ねぎってキンキンに冷やして切ると目にツーンと切りにくいですよ。あとはよく切れる包丁で切るとかね。はい、こんな感じ。ちょっと今日ソースなんで細かめにみじん切りしました。ではのどぐろ焼いていきます。フライパンにたっぷりのオリーブオイルで、ニンニクを皮ごと入れちゃいます。香り付けですね。で火にかけてニンニクの香りをオリーブオイルに移していきます。はい、ニンニクの香りが油に移りましたらニンニクを取り出します。はい、そしたらこちらののどぐろ皮目の方を下にして焼いていきます。そしたらヘラかなんかでこう押さえながら皮をパリッパリに焼いていきます。はい、ある程度皮に火が入ったらこの油ですね、この油は魚の生臭みとか吸った汚い油なんで一回捨てます。で新しい油もう少し刺します。そしたら裏返します。よっと、うわ、いい焼き目だな。で身の方もさーっと焼いていきます。皮肌焼いたところでもうだいぶ火は入ってます。なんで身の方はさーっと焼く感じですね。よっと、はい、いい感じですね。バッチリです。そしたらここで蓋をします。でちょこっと蒸します。でポワレっていうのは蒸し焼きっていう意味なんで、ここで蒸し焼きにして身に火を完璧に入れていきます。
ほら、いい感じにこののどぐろが持ってる水分がフライパンの中に充満して蒸し焼きになってますね。まあ、こんなもんでいいでしょう。はい、蒸し焼きになって、あ、いい感じに火が入ってますね。バッチリかなと思われます。そしたら少し油を取って、ここに玉ねぎで、少し白ワイン、で、煮詰めて、で、アルコールが飛んだら、ここに、すだちの果汁ですね。そして、バター1個、2個入れます。で、そこに少し胡椒を入れます。ミックスペッパー。で、お醤油を少し垂らします。そして、パセリですね。はい、これで軽く、あえたら、はい、ソースの完成。はい、そしたら、ソースをお皿に敷いて、で、その上にのどぐろのポワレを置きます。で、そこにデビルソレルですね、デビちゃんを置いて、で、赤いお花も少し添えます。そしたらすだちの皮を上でシュッとかけて、少し香りをまぶしたら、はい、こちらのどぐろのポワレの完成。はい、じゃあ完成、いただきます。よっしゃ、食べていこう。まずこちらがのどぐろの炙り刺しですね。今日はこういう長めのお皿に長く盛ってみました。こういう盛り方もいいですよね、シンプルでね。で、これがのどぐろのポワレですね。ではまずこちらポワレからいきましょうか。このしっかり焼いた皮目、美しいですよね。骨もないんで食べやすいですよ。じゃあ箸通しますね、いきますよ。うわー、おしっかり中まで、ほら、火が入ってますね。で、この特製のソースを乗せて、こちらでいただきます。うわー、うまっ、うまー。身はふわふわで、脂が甘くてジューシーで、まるで飲み物ですね。噛めば噛むほど脂が出てくる。で、その脂がくどくなくてうまいんですよね、このどぐろはね。で、またこのサイズののどぐろになると脂がうめえ。そしてこのね、皮目ポワレにしたことによって、この皮目の、なんていうんだろう、この表面のこのカリカリ感がめちゃくちゃうまいんですよ。これがね、魚のポワレの醍醐味だと思うんですよ。でソースがめっちゃうまい。この玉ねぎの甘みとすだちの酸味、そしてバターのコクね。ちょっと隠し味に醤油入れてますんで、のどぐろとよく合うね。うまい。お次、刺身。今日はコロッと切りました。わさびを乗せて、すごい、もう醤油にこの油の浮き見てください、油だらけ。いただきます。うわ、うまっ。綿菓子みたいに口の中で溶けちゃう。背中の方の身でこんだけ油があるってどういうことってぐらい油乗ってます。いい油持ってるな、すっきりしてて全くくどくない。もうのどぐろの炙り刺身は最強、うますぎる。はい、ということで今日はこちらののどぐろのポワレと炙り刺身ときましたら、お飲み物こちらでやっていきたいと思います。せーの、じゃん、銀色のやつ。今日はこちらの銀色のやつでラグビー日本代表の勝利を信じていただきます。あー、いい音。ここで止める。クリーミーな泡の蓋ができましたら、その蓋の隙間からそろそろっと銀色のやつを入れていくと、どう注いでもうまいんですけど、今日はこうやって本格的に注いじゃう。よいしょ、完璧。このフルフルな泡、こちら7対3ですね。ではこちらいただきます。うめえ。飲んだ瞬間の飲み応えと瞬時に感じるキレの良さ、銀色のやつならではですよね。やっぱね、この銀色のやつのこのキレが好きなんだよな俺。他にはないこのキレの良さ、最高ですね。でこの辛口がね、のどぐろの旨味を引き立ててくれてます。
銀色のやつは何でも合うな。銀色飲みながら感じるトライの瞬間の興奮はたまらんかったですね。叫んじゃいましたもんね。日本代表頑張れ。それじゃっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日は市場で買った大きなのどぐろを使ってポワレ作ってみましたけども、めちゃくちゃうまかったですね。ソースが絶妙にうまかった。まあ、のどぐろ自体うまいのはまあそうなんですけど、ソースがめっちゃうまかった。あのすだちのソースよかったな。またなんかで応用したいと思います。あれはね、フレンチ以外でも使えそうだな。これで実食の時に飲んだこちらのラグビーワールドカップ2023フランス大会のオフィシャルビール、アサヒスーパードライですが、のどぐろにもしっかり合ってきますね。もう合うなぁとは思っとったけど、合う、やっぱりスポーツを見ながら飲むビールはもう最高ですからね。僕はやっぱりラグビー見てお供するお酒はスーパードライ、もう一択です。ラグビーワールドカップ2023フランス大会の気持ち高まる瞬間はこちらのアサヒスーパードライを飲みましょう。動画の最後に試合のスケジュールも載せておきますので、ぜひ皆さんも銀色のやつ片手に日本代表を応援しましょう。僕もスーパードライ片手に日本代表を応援したいと思います。